かしまくってるというか、いい意味でね。そうですね、あのフェスタ松本なんですけども、まあ、どんどん散らかしていきたいもんですね、はい、ですごくありがたいなと思ったのは、その松本の方たちが受け入れてくださって、うん、お店の方たちもね、すごくあのいろんなことを協力してくださって、だったら一緒に盛り上がろうって。で今お借りしてるそばクラブ佐々木さん も、うん、はい、もう本当にずっとお世話になってるんですけども、美味しいねここね。そうです、ちょっと一杯やってね。そうなんです。そうなんです。お昼も美味しいんだけど、はい、夜来て、はい、ちょっとこう一杯やりながらこう、はい、ちょっとおそば食べて、はい、ご主人ともなんかこう、話して、話してっていう、はい、であのこのおそばクラブ佐々木さんはもともと松本の方じゃないんですけども、あ、そうなんですか、はい、あのこちらに移住なさっておそばをこう提供して、で本当こだわりがある、でもとても柔らかなあのハンサムさんなんですよ。で こちらのご夫妻、松本市民オペラ、うん、ご存知ですか、はい、はいはい、あのね、今度やられる、ね、はい、のソリストとしてもやられるんですよ、うん、そちらもフェスティバルが入ってます。入ってます、もちろん入ってます、はい、だから、ね、コンセプトとして演劇です、音楽です、うん、大道芸ですとかじゃなくて、もう人が動けばそこが演劇だみたいな感じになってるので、ね、もうあそこの縄手通りでもいろいろな出し物があるみたいな、土曜日に ね、うん、縦やら紙芝居やら、なんか手品やら、なんだ、なんかやりますか、なんかやりますか、やってくださいどうですか、おつさん、ざっくりこのフェスタ松本と、はい、あのその松本の町自体の印象とか。まあ松本はね、まあ、ちょくちょくこう来てたので馴染みは、まあ、あるんじゃないですか。まあその最初にね、はい、あの串田さんが芸術館に就任した時に僕と内田さんはあのよく一緒にいたんですよ、はい、それでさっきもちょっとジョンとジョンの方が言ったけど、松本市政100年のイベントですとか、うんうん、なんかあのこれのなんか松本芸術館を立ち上げるなんかパーティーみたいなのによくなんか余興をやりましてね、やったね、歌舞伎の格好メイクをしましてね、松本ああしよう、松本こうしよう私は松本ああしよう、私はこんなことばっかり言ってるんですよ、ね、そして一体松本はこれからどうしようなんて、そんなことを言いまして、いろいろ盛り上げたつもりとか言ってますね、ありがとうございます。まあそれからまああの芝居がだんだん根付いていって、それで松本歌舞伎っていうのが、はいはい、あの半三郎さんがやってた松本歌舞伎、新種松本大歌舞伎っていうのが影響が大きくて、もう市民がこうどんどんそれにこう熱狂するようになって、でもう本当に日本でね有数の演劇の街というか根付いてる街で、皆さんもそういう記者さんがちょっと公演で芝居をするとか、そのなんか野外劇をやるとかっていう時も熱心に集まってくれて、本当にいろんなことが根付いた街だなと思って、そのお芝居がやりやすいっていうかね、ね、お祭り好きですもんね、松本お祭り好きですね、うん、なんか日曜日とか土曜日になるとなんか必ずマルシェ立ってとかで行ってますね、だからやっぱこう、うん、そういうことをするのが好きなんね、文化としてありますね、うん、広場があったら何かやろうとか、そのいろんなイベントの主催者がすごく多くて、ね、やっぱそういう感じですか、松本出身の秋元さんに立ちましたよ、だって私松本ボンボンという踊りなんですけど、あのお祭りを立ち上げ知ってるんで、あだから何かお祭りが立ち上がる時のエネルギーとか勢いとか、うん、混沌としてますよ、あお金わーってなるけど、うん、そっのエネルギーたるや、大体、うん、何か生み出される時って分かんないけどすっごい楽しいじゃないですか、うん、やってやるかって思うこともねありますけど、そうなんかこう、うん、いい時もあればなんかこうこうこう喧嘩したいとかね、うん、でもまあそれは最終的には何かやろうってやるためにこうみんな一生懸命やってるから、はいはい、でその何かやろうっていうパワーがもうあっちこっちでうごめいて一つのものになっていくっていう、今それを私たち目撃してるので、うん、フェスタの松本で、ね、目撃して参加してるわけですからね、まさにね、続けていきたいですね、ねえこの後どうなるのかなっていろいろ思いますけどね、うん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 、自分たちの体力が続くんだろうかとか、まだまだでしょ、うん、と俺でもさ、うん、もう暑くてさ、いやもうさ言っときますけどね、僕、まあ、これカットされてもいいんですけど、僕太ってないんですよ
太ってるよ。串田さんの芝居やるとね、なんだか知んないけどね、こう肉をねつけられてね、そうね、これがむちゃくちゃ熱くて熱くて ね今年の春やったね、真冬のバーレスクも、なんかこうやって必ず来てる、まあ、今回空中キャベレも来てる、そう、うん、で西の国もこんな、あれもうあれだけちょっとね、ほんと昨日終わってね、ちょっとビールちょっと一口飲んだらね、気持ち悪くなっちゃったね、うん、美味しくないよ、そう、なんそう美味しいはずなのがね、出しすぎちゃって、なんか気持ち、水がうまいって言って水ばっかり飲んでねで、まあそれはどうでもいいことなんです、はい、そんなこんなでもいいです、どうでもいいですね、でもまあ、まあ今日は2日目で、はい、まだまだこれから先、はい、まだ始まったばっかり、いろんな楽しいことね、はい、って言いながら、こんちゃんがどうやって編集をね、あの、うん、マクベスやったら忙しい人が編集するわけですよ、これ。それからいろいろあるわけですよ、ね、はい、これから変則ダブルヘッダーで、ね、はい、昼間と夜違うお芝居するっていう経験ありますか？はい、ないない。これはすごい。ないね。ね。昼間はね、昼間マクベスをやって、夜は西田に行きます、うん。今まさに今日、この収録の日は、そうですね、串田さんがね、西の国やって、夜マクベス。で、あさっては我々は西の人気者をやって私の青空の初日をやる、はい、で、今カメラの向こうで大きくなずいてるハーティーは西の人気者でね、そうそうそう、ちょっとハーティー行きなさい、うん、あんた、もうそのまんまのマスク取って綺麗な感じ、どうよハーティーでーす、頑張ってます、主役ですよ、そうですよ、西の人気者の主役、うん、そう、もうヒロインですよ、ね、ああモーニングルーティーン撮ってたね、モーニングルーティン、寝起きのね、うん、あ、まあ、こんなとこ、いや、一応マスクびっくりするわ、あれなんパーティーの寝起きね、そうそうそう、いい、ああね、うん、かわいい、かわいいでしょ、うちの娘ですからね、あ、そうですね、そうですね、西の人気者でね、はい、なんだかんだありますけど、ね、あと何か話すことある？いや、ないです、そうですね、もう全部今全部一通り、ジョンとジョーについてはジョンとジョーはまあなんかお話しました、ジョンとジョーっていうまあね、2人、はい、私も見に行きたいと思ってますので、ね、ああ、またなかなかちょっと洒落た作品で ね、はい、ね、なかなかね、うん、覚えづらい、わかる、私もあの原稿読んだことあります、まあね、セリフ一言ずつしかない、あ、そう、うんうん、そう、これなかなか覚えなかったと思う、わかる、俺かい、うん、そう、お前だどうしたお前だって、はい、なんだ、多分ほっとくと延々ここから稽古始まると思いますので、うん、はい、ぜひあのね、はい、あの怖いもの見たさで見に来てください、はい、あのすごい楽しいなと思うのはあのこういう諸先輩方もそうですし、あの本当に若い人たち、若い子たちがね頑張ってるね、本当にこれすごいんです、ね、あと本当にありがたいなと思うのは松本の皆様に支えられて、はい、このフェスタ松本を呼んでいただきまして支えております、この場をお借りしてお礼をいたします、ありがとうございます、ね、ということで、思いをさせてもらっています、はい、あのカメラ止めて早くこのお蕎麦が食べたいなと、じゃあこの後は、はい、佐々木さんのお蕎麦美味しいお蕎麦堪能したいと思います、はい、はい、あのぜひ松本いらっしゃる際にはぜひ、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、ではではでは、さよなら、さよなら。